どうもしゅんです。こんにちは。今回はしみけんさんにインタビューをさせていただくということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回は就活というよりは広い枠組みでキャリアっていうところをテーマにお聞きできたらなと思ってます。俺って就職したことないけど大丈夫？働くっていう点ではされてるじゃないです か。それが究極のビジネスパーソンかなと思ってまして、お願いします。今回は我々の方で就活生の方からアンケートを取って、その中でも一番あるある悩みをちょっと集めてきたので、僕が代わりにお聞きできたらなと思ってます。もう一番やっぱり多かったのが、行きたい企業がありませんとか、やりたいことがありませんっていうような人たちに対して、しみけんさんならそういった学生に対してどうアドバイスされますか？なるほどね。まずね、行きたい企業がないっていうのはふざけんじゃねえよって思っちゃうの。そうなんね。最初から行きたい企業とか就きたい仕事につけると思うのよ。行きたくなくてもそこの仕事にどれだけ自分を合わせていけるかっていうところを見られてるわけだから、20代は。俺もだって男優やった頃って最初のね5、6年ぐらいはこんなクソみたいな仕事長く続けるもんじゃねえ、いる先輩って全員もう見下してバカにしてたからさ。へー。なんだけど7年ぐらい経ってからかな、あれ結構これやりがいあるぞみたいな。逆に7年続いたんですね。そう、それは楽しかったから、やりたくなくても楽しくはできるんだよ。やりたいことないですって言ってる人いるけど、別にやりたいことなくてもいいのよ。楽しければいいから、楽しかったら結局それがやりたいことになってくるんで、やりたいこと見つかってなくても楽しい人いっぱいいるし、どれだけ自分がそれに合わせていけるか、楽しくできるかが問題だと思います。確かに。それで言うと、しみけんさんのその今のご職業の中で楽しい瞬間ってどこなんですか？一番日常では会えない、例えば72歳の双子のおばあちゃんさんと逆算 P したとか、 2m6cm の女優さんとやったとか、非日常じゃない。そこだよね。そこが一番楽しいなって思うんですよ。ああ、本質ってどこにあるんですか？好奇心。お年を召した方、ふくよかな方、顔が特徴的な方、それよく立ちますねって言われるけど、俺はもう見てくれとかそういうもので立たせてんじゃなくて、好奇心で立たせて、この人どういうセックスするんだ、見たことないから楽しみだなっていうところで勃起していくわけだから。で、勃起ってチンコのことだけを言うんじゃなくて、やる気だったりとか、元気だったりとか、そういうところもやっぱ奮い立たせるっていう意味では共通してると思うんだよね。好奇心を持つっていうのはすごく大事だと思う。だから行きたい企業ないとか言ってないで、とりあえず入ってみて、その企業のいいところを見つけるとか、自分がその仕事にどれだけ合わせていけるかっていうのを、とりあえず3年はやった方がいいよね。そこで3年企業入ってみて楽しくなかったりとか、自分合わせられないなと思ったらチェンジしていいと思う。どこを選択するっていうのは、もう選択した道でもうとりあえず頑張るっていうところが大事っていうことですかね。今さ、 YouTube とかさ、情報が先に来ちゃってて、ワクワクする毎日を送りましょうとか、好きなことを仕事にしましょうとか、経験もないのに感化されちゃって言っちゃう若い人いるじゃん、はい、それは良くないと思って。そうですね。やった上での悩みなのか、やってない上での悩みなのかってのは結構ありますね。そうなんだよ。やってない場合が多いと思うので、ね、とにかく目の前のことに一生懸命やった上で見えたものに飛びついてみるっていうところが大事だっていうことが分かりました。何回も言うけど、チャンスってチャンスの姿して現れないからね、目の前にね。しみけんさんの一番の転機っていつだったんですか？それは18歳の時の突然かかってきた電話で、挨拶も何もなく、君うんこ食えるって言われた。その時にこれ断ったら俺男優になれねえなと思って、食べたことないけど食べますって言った。その言葉だと69の状態で、うわーうわーまずいなーむしゃむしゃ食って、で帰り道うんこ漏らしてることに気に、うわうんこに当たったっつってさ、ケツうんこびしゃびしゃになってるんでタクシー止めてたら、すいませんうんこ漏らしてるんですけど乗せてもらえますか？ダメですか？チキチャーみたいなところじゃないですか、あの日じゃないかな。めっちゃおもろいですね。それがあったから今のしみけんさんがあるってことですよね。そうだって、その時はまさかそのうんこ食って当たった時がターニングポイントの日になると思わないもん。チャンスじゃなくても飛び込んでみた方がいいんじゃない？もう後からあれがチャンスだったなって分かるんで。しみけんさんサービス精神旺盛ですよね、誰に対しても。そうか、分かんないですと思います。誰に対しても、優しいですし、なんか喜ばせようとする気持ちみたいなところはすごく感じます。ああ、本当、はい、ありがとうございます。喋るの好きだしね。あとこの人はどういう人なんだろうっていう興味もあるから、うん、人間関係においてなんか気をつけてることとかってありますか？上機嫌を与えたいっていう気持ち。人が人に与えられる最大のプレゼントは知恵と上機嫌だと思ってるので、まあ、笑顔を提供してくれる人って人も集まるし、楽しかったなって思えるから、こう笑える場にしようっていう気持ちはありますけどね。
人なので気持ちの浮き沈みって多少なりともあると思うんですけど、シミケンさんがなんか落ち込んだりとか、あちょっと体調悪いなとかだるいなって思う時とかはどうしてるんですか？うまいもん食ってオナニーして寝る。だいたい人病む時って夜だったりとか一人だったりとか腹減ってる時とかだから、もう早めに寝ちゃう。ジムも行かれてるじゃないですか、運動もするのも一ついいですか？運動はいいよ。ストレスって溜まるもんなんですよ。だからカラオケとかもいいんだけども、ジムだと力を出す、声を出す、汗を出す、出す行為なんだよ。ストレスが溜まったから買い物行くっつって買ってったら、物が溜まってくだけで気持ち発散してないのよ。だから出す行為。じゃあ運動とかカラオケって適度に疲れるから眠りの質も高まるかもしれないですね。そうそうそう、運動は成長ホルモンも出るし、男性ホルモンも出るし、あとね、太陽の光に当たるっていうのも日焼け。陽気なラテン音楽でってやってる人たちって赤道に近い人たちだ。北の寒い地方で白夜とかもう日が当たんないところとかってなんか日がめいるというか、そうそうそう、で先走っちゃうじゃん。でも外で楽しそうにしてる人たち大体もう日に当たってる人たちだから、太陽ってすごいよ。その4つをやれば、うん、あの上機嫌でいられるっていう。なるなるなる。なんか例えば突発的に嫌な対応されたとか、仕事がうまくいかなくなったことがあったとか、でその後仕事ある時とかってどうされてる？これは、はい、すごいバカになる。キンコマンコ、キンコマンコ、キンコマンコって人の体ってバカなことやってると後から脳みそついてくるから。じゃあアクションから変えるっていうことですね。確かによくガッツポーズすると、うん、心が落ち着いてても高揚するとか言いますもんね。そうなんだよ。だからボクサーがこうやってさ、こう言うじゃん、スーとか言ってることによってテンション上げてんだよね、形から入るっていう。そうそうそう、体がこういうことでワクワクしてると脳みそもワクワクしてくるから。今のお話で言うと、その体からアクションから変えるっていうのは、あの皆さんも今からできるのではないかっていうふうに思いました、うん、ありがとうございます。自分の強みの見つけ方、自分がそれ強みだって気づいてないことが多い。2人で紙に書いてせーの出そう。うわ嬉しい。でも俺それ知らないもん。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。